井上真でございます。ノーミルク佐藤でございます。どうもどうも先生、よろしくお願いします。さあ今回の話題はこちらでございます。ドンデータデータ選出ベスト11 J2 19節 J3 12節編、お願いします。どん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 、ということで、今日はなんかね、サムネイルがいつもとか違うですよ。ちょっと凝ってみましたね。うんうん、はい、ちなみに言えば、はい、これも先に我々撮ったんですけど、はいはい、こんなね、J1 に関してはまだ実は全試合終わってないっていうので、はい、途中経過版として撮らせてもらったので、これ別動画で出てますから、そちら見ていただけたらと思っております。ということで、J2、J3 ですけども、うん、まあ、今節もいろんなことがあったなぁ、なんてことをすごく思いました。うん、まあ、特にあるのは、月曜日ね。月曜日。うん、水戸春、今回は土日だけじゃなくて、月J があったんですよね。月J ありましてね。ね。月税みたいですね。はい。アルビレックス新潟とブラブリッツの、はい。一戦ありましたけど、はいはいはい、そんなところで起きたな、この水戸春、高卒ルーキー水戸俊介選手がね、もともとスタメンで出てたんですが、ちょっと脳震盪疑いということで、途中で、はいはい。はい、交代になっちゃって、そこから出てきた、水戸の兄とこっちも自身でも語るぐらいの本間紫苑が、結果的に1ゴール1アシストで勝つっていう。なるほどね。そのドラマがありましたね。そうなんです。はいはいはい、はい。まあ、っていうのもありましたが、他でもいろんなこと起こってたので、ちょっとね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。はい、お願いします。こちらでございます。はい、まずはこちらでございます。はい。飛んでました。こちら。J2 でございます。J2、はい。J2、今節の MVP は、はい、怪我から戻ってきて2試合目かな、うん、町田ゼルビアのミッドフィルダー佐野海舟選手でございました。ああ、おめでとうございます。記録になっております。ありがとうございます。はい、うん、今節はですね、J2 は、なんかすごいのが、デュエルがそんなに多くないっていう説だったんですよ。はあ。節ごとにそういうの傾向がね、出てくるもんなんですね。そうなんですよ。ただ、はいはい、なんでだろうと思ったら、異常なまでにインターセプト数多いんですよ、みんな。あ、パスを止めてたっていうことね、各所。そう。だから、今回入ってきた選手は、今節、いわゆるサッカー IQ が高かった選手ほど入ってきたな、みたいな感じの説になりましたね。なるほど。で、まさになのが、これ何回も言いますが、タックルとかキーパス、インターセプトなんてのは、一試合で3やったらすげえと言われる世界で、佐野選手、この試合で1ゴールも上げてるんですけど、ゴール、はいはいはい、でインターセプト8。8インターセプトすごいですね。一人で奪うっていう、そんなに。ああ、すげえ。うん。へえ。そんなこと。タックルも3分の3。そうなんですよ。っていうことでしょ、これ書いてあるの。そう、3回仕掛けていって全部取り切ったって感じだった、ね。中段右をご覧ください。一番右ね、皆さん。はい。うん、というところでございます。佐野選手、すごかったでございます。で、それ以外ちょっと、キーパーの方から見ていきたいと思います。うんうん、ゴールキーパーもセーブが多かった方からそのまま持ってきたんですが、はい、まあ、今回伝えたらやっぱり岡山の梅田選手だろうなーってのはありますね。はい。前節、うん、新潟戦ね、うん、いわゆる上位対決で制した岡山、うん、なんとまさかの連続で今度上位の琉球と対戦することになりました。なかなかね、ハードなロードでございましたけどもね。そうなんですよ。で、しかもその間にですね、マーさん、他のチームたちは、はい、我々もあの動画出したけど、ほら、天皇杯ってあったじゃないですか。はい、はい、はいはいはい。ただ天皇杯なんか2週に分かれてたの覚えてます？2週に分かれてた。はいはいはい。そう、なんか一回なんかみんなね、うん、20試合ぐらいドーンってあって、その後にね、6試合ぐらいだけスッてあった試合。そうでしたね。岡山はその少ない方の説の方に天皇杯割り振られてたってのがあって。はあ、ということは、過密だったっ。超、そう、過密だったんですよ。ただその。過密プラス上位対決だもんね。そうなんですよ。で、その過密の中で、うん、その天皇杯のところで守護神の座を取ってた梅田選手がこの琉球戦でも出て、琉球の試合10本ぐらい打たれたんですけど、枠内に、うん。もうそれほとんどだと自分で止めて、で、3-0 で勝つっていう。この岡山の連勝勢いが上昇気流に、梅田選手の影ありってことですね、うん、これは。そうなんですよね。なるほどね。6セーブ。で、うん、彼もまあ、もともとは2000年生まれのゴールキーパーで、はい。要は、あれですね、去年か、うん。去年は清水で守護神やってましたから。うん、で、レンタルで今年岡山から来てますけど。はいはいはい。もともと鈴木ザイオン選手とかとは、2017年の U17 ワールドカップとかで一緒に行ってたりするんですよ。なるほど。谷ザイオン梅田だったんですよ。うん、なるほど。だ俺はってのもやっぱり、あっただろうし。そうか、この時期の気持ちブーストもあったかもしれないね。だって選ばれた3人中2人行ったわけじゃないですか。うん、バックアップ含めて。なるほど。
でもだから俺はここでってのはあると思うね、ちょっと、ね、そういうエモさを皆さん、先生はそういうとこ見逃せないからね、なんか急にぐっと応援気持ち入りますよ、こっちも。ありがとうございます。あとね、この日すごいなと思ったのが、もうちょっと次センターバック陣からちょっと3人ピックアップしてお伝えさせていただきたいんですけど、まず今ちょっとね僕修正した、新潟の早川選 手、はい、あのこの日あの新潟のマイケル・ジェームス選手があの累積でお休みになっちゃったんですよね、うん、なるほど。でそんな中早川選手が入ってきて、で結局彼が実は節別ナンバーワンのアクション数を起こして、アクション数、はい、だからもう試合全体をもう一人でコントロールして勝ちに行くってのもこれすごいなってのもあるし、あとエモポイントのこの人、今度は梅田選手の一個上にいるんですが、センターバック森岡陸選手、はい、なかなかまだ存じ上げない方多いんじゃないかなと思うんですけど、結構最近、まあ、大卒ルーキーなんですが、岩田のセンターバックに定着してきたっていう選手なんですね、はいはい、ジュビロとしてはこれいろいろ狙ってたんじゃないのかなと思うのが、若手センターバック伊藤博樹がこれから抜けます。あ、はい、この間ね情報先生もらいましたけど、移籍する、ドイツでしたっけ、ドイツのスットガルトの方に移籍するんですが、なんかそれとちょっとね引き継ぎ期間あるような形で森岡陸選手がこうスタメン定着してってので、はい、しかもデュエル21回やって20回勝つっていうすごい数字が書いてますねこれ、信じられない、ね、21回で20、はい、あとはあの森岡選手できれば皆さんぜひ見ていただきたいのが、はいはいはい、あのなんかそれこそ著書とか僕書いてほしくて、はあ、楽しいデュエルってのなんか書いてほしいんですよ ね、 いいですね、なんか楽しく守備してるのがすごい分かる、いい、ね、笑顔で見て、最終章だけ奥さんには一度も叶わないって書いてほしいですね、独身ですか、まだ若手だからまだね大卒1代目なんで、ね、かわいらしいですけど、それ ね、 ね、うん、この1回負けたのも奥さんだったりしたらいいですよねこれね、奥さんじゃない彼女とかね、はい、そうですか、はい、そしてその次ですね、左のスタメン表的に言うと森岡選手一緒にスタメンが入ってるんですが、はい、水戸の鈴木義武選手でございます。義武選手、はい、まあ、久保建英選手もね、まあ、お友達でも有名な人でもありますけども、あの東京時代にちょっと怪我も多かったりして、もともとね、しとくいたんですが、はいはい、まあ、水戸に移籍してからというものを、もともと中盤やってた選手なんですが、最近センターバックやってるんですよ。うん、ただセンターバックになってから確かに数値が上がるっていう選手で、見ていただいても分かるのが、この日守備のデュエル6回中6回成功、はい、インターセプト6回でタックル仕掛けていって全部取って、いやーすごいですね、すごいんです、パーフェクトじゃないですか、いやすごいです、この15アクションってことでしょ、要はこれね、そうそうそう、これだけですごいね、しかもこれだからまあ1列だから前やることになったとしてもね、そこでやっぱ奪いに行ける選手だから、いや本当見とってディフェンダー育つよなーって本当すごく思ったりしますね。で、いわゆるほら最近で言ってもマリノスに行った伊藤真希人選手もそうだし、ベルディに行ったあのンドカボニフェイス選手なんかもそうですか、はい、デュエルみんな強いのよねっていうところでございました。大デュエル時代ですね、本当ですね。そして今度はサイドバック陣なんですけど、はい、まあ、主にってので言ったらちょっとね、やっぱここ言いたいのがね、うん、新潟右サイドバックの藤原宗也選手、はい、もう見るわけでは今年も幾度となくこの名前言ってますけど、はいはいはい、あの本当ね彼のチャンスメイク力が本当に素晴らしいんですよ。チャンスメイクですか、こう CM は。CM そうなんですよ。はいはい、あの彼の凄さっていうのが、あの右サイド制圧できちゃうんですよね、彼の動きだけによって。攻守にってことですね。そうなんですよ。はいはいはい、あの藤原選手の基本立ち位置がね、まあさ、はい、右サイドバックなんだけど、はい、あのこの左の表で考えると、あの本間選手と河合選手の間ぐらいの位置が基本ポイントなんですよ。うん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 、藤原宗也選手って、うん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 、大体右からスルスルスルーンとこう抜けてきてしまってみたいなところで、右のハーフスペースにいることが多いんですけど、近代的なサイドバック攻撃参加はその辺で点決め出しますよね。そうなんですよ。はあはあ、てかもともと去年までとかだったら、うんうん、あの北九州でボランチやってましたから、なるほど、そういうのもあるんだろうなと思うし、はいはいはい、今っぽいナウイ選手ですね。そうなんですよ、はいはいはい、であと藤原選手がそうやって一つね一列中に入っていけると、新潟もあの右ウイングの選手があのいくらでも外に張り出せますから、うんうんね、相手のサイドバックの選手はこの藤原さんについて上どうしようみたいな、背中越しにシザースで人が出てくるように見えるのか相手のサイドバックからしたらね、そうなんですよね、どうしようどうしようどうしようって言った間にね、
そうなんです。なんで藤原選手はデータもすごいんですけど、うん、データじゃなくて立ち位置によって他の選手のデータを良くするっていう、うん、ちょっとチーム全体の底上げ効果なんてことを引き出してくれるようなサイドバックでもあるんですよね。素晴らしいですね。はい。そして今度は、中盤ね、中盤から前の方まで一気にガーッとこう行きたいなと思いますけども、冒頭でお伝えした通りに、やっぱり本間志音選手ですよね。はい。他からもう攻撃でもガンガン行くっていうのありましたから、うん、それもすごかったなと思うし、うん、あとは、なんか良かったなと思うのは、ちょうどこの日、秋田新潟戦は、センターバック千葉和彦さんのお誕生日。はい、はい、はいはい。ってのもあって、みんなで終わった後に胴上げすると。誕生日に胴上げってらしいですね、なんかね。なんかね、ほんといろいろやってたな。新潟が、だからすごいなんか、ロッカールーム、そうなんですよ、含めてみんなお祭りどんちゃん騒ぎだってのがあって。なるほど。なんだかよかったなと。あとちょっとこの中にはいないんですけど、ちょっと一人伝えておきたい選手もいて、はい、実はこの試合の後とか、これ我々収録してるのが6月24日なんですが、はい、見る若でもずっとね、オンライントークライブとかの遺跡編のところでずっとお話ししてた通り、うんうん、やっぱり本当に起こりました。はい、ブラウブリッツ秋田センターバー、ディフェンダー、鈴木純也選手、うん、J1、FC 東京移籍決定。ああ、そうですか。はいはいはい。東京とかガンバが狙ってるって話ありましたけど、結局やっぱりね、サイドバック今怪我でバーって人いなくなってる東京に行ったという形で。はいはいはい。ねえ。だからもう、僕って今年もしかすると田中啓太、藤原壮也、または鈴木純也がもしかしたらこの J2 全体の MVP、シーズン全体の、なってもおかしくないかなって思ったぐらいだったので、はいはい、そのうちの一人がまず J1 の門を叩いたという。なるほどね。うん、感じになりました、ね。はい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 。ただもう秋田全体の中から応援してるって感じとかもなんか公式サイトとかでもあったので、よかった相手かななんてのも。そうですか。はい。はいはい、ありましたね。で、他のところで行けば、この中だとやっぱり愛媛の藤本選手センターフォワードちょっと上げておきたいなというのがありますね。うんうん、この日、デュエルとかあんまりなかったんだけど、スルスルスルンとドリブルでかわして抜け出してって、まあ、ワンゴール決めてなんていうところが、すごく良かったなと。我々ね、これ、見る赤でも動画にしたんですが、鳥栖から移籍した石井海星選手が、はい、まあ、ついに愛媛でのデビュー戦だったんですけど、はい、デビュー、あれ、5分6分でですね、怪我しちゃったんですよ。ゴールキーパーとの交錯だったんですけど、はいはい、結局やっぱり藤本選手、まだまだ頑張んなきゃって感じになってると思うんで、ここから2桁目指して、まずはぐーんとまた行くでしょうから、そのあたりもちょっと楽しみに見てほしいなというところでございました。はいはいうん、続いて J3 です。J2 の方ね、詳しく見たい方は、ゆっくり止めてみていただければと思うので、よろしくお願いします。はい、で、こちら、J3 でございます。はい。なんと。こちら、MVP は、今治。はい。有馬淳選手でございました。おめでとうございます。一応、フォワードとは書きましたが、基本ミッドフィールダーの選手ですね。うん、はい。今治、3-0 で岐阜に、上位の岐阜相手に勝ったんですが、うん、なんと2ゴール1アシスト。うん、わこれがすごい。大勝利。そうなんですよ、うん。で、あと、ちょっと残念ながら J3 あまりプレスのデータがちょっと出てこないっていうのがあって僕出せなかったんですけど、もしプレスっていう項目があったら、有馬選手含めて今治ちょっと激ヤバだったので。そうですか。うん。はいはいはい。やっぱ今治といったらね、まさ、岡田メソッド、うん。そうですね、岡田メソッド。うん。うん、よろしく、こう、やっぱ立ち位置が上手いチームだったりしますから、うんうんなんかやっぱり新加入選手とかもいろいろいたので、もしかしたらそれで遅れたのかもしれないですけど、あと監督交代とかもあったからね。はいはいはい。なんか最近すごい立ち位置とかもスッキリしてるってところがあるので、またちょっと今まで皆さん見てみていただけたらいいなはいはい。ただちょっとそれ以上にありますのが、すごすぎるのがちょっと長野勢ですね。長野上がってきましたね。あの天皇愛好ちょっと。そうですね。川崎とね。住んでるところで勝つところをね、味わってからというもの。そうなんです、ね。やはり俺たちはやれる男たちだというね、こう自信を取り戻したかのような。そうなんですよ。はい。まあこの試合でもフォワード、カンメラ選手、井川選手、で、中盤に入っても藤山選手が入ったり、あと右の川田選手、左サイドバックの水谷選手、で、センターバックに広瀬選手、吉岡選手、ゴールキーパー田中選手と、はちゃめちゃに入りまくりましたからね。はちゃめちゃですね。富山2-0でしょ、うん、はい、うん。で、あと、もしこれ、J2、J1 と同じように24人選ぶってなると、実は他の6人とかもほぼ長野だっていうのがあるんですよ。そうですか。うん、今、ほんと見てほしいのが、長野の中盤3枚ってのがいて、
藤山選手もそうだし、うん、あとはね、うん、ダイスルーキーの、うん、隅永選手っていうのがいたりするんですけど、はい、なんかね、もうまさに、川崎フロンターレみたいな感じになってるんですよ。対戦相手の。はあはあ、今、G3 の川崎イコール長野と思っていただければいいぐらいなんで、うん、見ていただければなと思いますね。なんかインスピレーションとかもあったんですかね。そうですね。交えてみてね。うん。はい。あとは、ちょっとね、これ良かったなと思うのが、ちょっとツイッター情報で一つ。はい。これ長野と対戦したのは、まあ、富山だったわけですけど、うんうん、まあ、富山といえば我々もインタビューさせていただいた、うん、社長左友さん。はい、はい。この日も観戦行かれてたみたいなんですけど、うんうん、この日の、いや、もう MVP は長野の水谷拓真選手だね。ああ、左友社長が。そう、自ら。まあ、もともと水谷選手は清水の選手で、その時左友さん、清水の社長やってました、ねうん。なるほど。それもあったとは思うんですが、うん、ただ、もうあいつのアクションが一番だったりとか、ツイッターで書いちゃうぐらいだったので。褒めざるを得ないようなね。うん。ただ、富山のサポーターたちも、そうですね、彼はすごかったですね、ってのがバーってありましたから。なるほど、なるほど。なんか良かったなーなんてのがありましたね。あと、まあさ、皆さん。YSCC ですね、最近は。いや、これ、この試合はね、熱かったですね、本当にね。妙に熱なんですよね。そん中で、戸建選手。戸建さん。最近はね、センターバックやることも多い、戸建さんですけど、なんとこの日は、2ゴールを決めていくと。そうなんですよね。なんか最近、毎試合ぐらいで決めてますよね。天皇杯ぐらいから全部お手に入れてるイメージありますけどね。そうなんですよね。うんうんうん、ちょっとだから、ステップアップ候補じゃないですけど、いわゆる上のカテゴリーがちょっともう無視できないような存在にはなってきてるんじゃないかなってのが、心臓だね、まさに。そうなんですよね。あと、ちょっとラストにもう一人だけちょっとお伝えしたいなと。フォワード、ブレンネルさんのところだけ皆さんできれば見ていただきたい。ブレンネルさん、はい。2ゴール。はい。攻撃のデュエル。デュエル。36回。うん。普通、デュエルって、うん、すごいやってる選手でも、J1 とか J2 でも、9とかなんですよ。すっごい多いレベルで。例えば、攻撃のデュエルっていうのは、先生、ドリブルで突っかけたとか、はい。後ろからボールにセーリングでヘッダーとか、そういうことでしょ？そういうことです。一人で36回。これすごい。どんだけボールが集まってるかってことね。そうです。一人で4人分の活躍してます。4人分、5人分と言ってもいいかもしれないですね。はい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 、それでいて2ゴールでしょ？はい。それだけボールを集めてるっていうことでしょ？シンプルに。そうなんです。はいはい。あとデータにはないんですが、うん、それこそ彼もそのプレッシングがめちゃめちゃにすごいことになっていて。前線からね。はい。これも、まあ、ミラカでもずっとこれで言ってますけど、なんかね、多分なんですけど、うん、プレスしてそれがいい感じに行くごとに、秋田監督多分褒めてるんだと思うんですよ。なるほど。ブレネルさんのことを。ほう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 。ブレネル、今のグッドみたいな。なるほど。それがね、多分ね、嬉しいんじゃないかと思います。ブレネル喜んでる。はい。うん。これ実は去年、サンフレッチェ広島で、はい、レアンドロ・ペレイラ選手に対して、上福博監督が全く同じ行動をやってて、うん、ペレイラ選手のプレス回数がだんだん上がってったっていうのがあったんですけど。ペレイラちょっとテレッチェイラ。テレイラ。そういうことでもあんのかなーなんてことも。うん、外国人フォワードの使い方みたいなのうまさなのかなと思いました。ね、ちょっと2回分謝っときます。ごめんなさい。はい。なるほど。はい、ということで、今節の、G3 のレスリー版でございました。いろんな、ね、局所ドラマがありましたけれども。はい。またどんな戦いになっていくでしょうかということでね。至るところにスターが生まれております。毎節のね、G3 も見逃せない、これから。順位も見逃せない、そして新監督さんとかね、バンバン出ていきますん、ね、で。よろしくお願いします。期待しましょう。というわけで、ミラカいつもやってます。毎日やってますね。ぜひ、いろんなテーマでやってますんで。でこの動画も面白かったと思っていただける方、グッドボタンお願いします。そして、お願いします。チャンネル登録をポチリとしていただけると嬉しいです。お願いします。ということで、また明日お会いしましょう。井上バーでした。ノーミルク佐藤でした。皆さん、ありがとうございました。さよなら。